吉田さん、すごいですね。やっぱりね、1年間通してやると1日1日のブログ記事、さすがにね、私ね、吉田さんがブログを書き始めた時って、まあゾッとするもんがありましたね。それ何かっていうと、吉田さんが書き始めたってことは多分永遠にやると思ったんですよ。いや、これすげえなと、まさにね、いや俺もやんなくちゃいけないのかみたいなね、気持ちになりましたね。で、私はね、ブログ記事、まあブログを書いたりってことはないんですけども、おかげさまでですね、YouTube のコメントが毎日ね100件から200件つくんで、その返信をずっとしてたんですよ。まあ、そうすると、まあアンケートみたいなもんですよね。だいたいね、マーケットの、私の YouTube に集まるマーケットの反応ってのが測れてきたんですよね。で、どんなコーナーをやったらいいのかってこともそれで見えてくるんですよね。で、やっぱりそういう風なコーナーやると、まあ伸びるじゃないですか、そういうところもあるし、まあマイアナリティクスですね、まさに、興味があることには皆さんがコメントいただいて、そのコメントを中心に、コーナーを作ると、またそこにね人が集中していくと、まあ、少なくとも固定客ができるっていう形になりますよね。だから私はね、店舗をやってる時にこれがなかったんだろうなと思いますよね。やっぱり今思えば、自分の表現したいことを表現する、確かにそこから始まるんですけども、途中からね、私に期待されていることをやるっていう部分も必要だと思ったんですよ。全部じゃないですよ、全部ではないんですけども、そういったものをねやってみることで、特別メニューっていうのがね、飲食店だったらできるのかなと思うんですよ。 A ランチ、 B ランチ、 C ランチという立て付けでスタートした私の飲食店が、お客様の要望に応えて、D ランチってものを作ってみるっていう感じですよね。まあそうすると、 D ランチはある一定の数は必ず出るみたいな感じになるんですよ。それこそ D ランチの販売数量は増えないですけども、必ずこう固定されるみたいなね。で、そういったものも必要だよって思うんですよね。まあ全ての原点はそこにあるのかなと思いますよね。だって、ワントゥーワン動画ね、この吉田さんとやってる動画っていうのも他の人ともやってるわけなんですけども、その人その人に対して必要な、コミュニケーションをねやってるわけなんですよね。とてもじゃないですけども、吉谷さんとやり取りしてるようなものを他の人に当てはめても、それを受け入れてもらえないんで、10人いたら10人分の特別職があるもんだなと思いながら進めてるんですよね。まあ、というところでね、吉谷さんすごいですね。やっぱりね、私はまあ別のことでコツコツやってるかなってところもありますし、あとね、びっくりしたことっていうか、驚いたことっていうか、私ね、今年この1年ね、大和くんのね、その撮影写真がむちゃくちゃ多いのと、 Facebook の記事はほとんど大和くんになりましたね。だからね、自分の強く意識しているものによってアウトプットするものも変わるんだなというところでね、絶妙な親バクぶりを見せておりますけどもね、まあその中で生まれたのが、我が子とどう向き合うかとかね、男40代、家庭をどのように、まあ、メイキャップしていくかみたいなねところかなと思います。そして改めて思うんですけども、もうちょっとね、40代の男、ロスジェネ世代、かっこよく生きないといけないかなと思いまして、私自身ちょっとね、そういうことを始めていかないとなと思っているところですね。まあ来年はそういうことしようかなと思うと、今からやれよって話になるんで、まあ今から始めていこうかなと思いながらも、こんな格好で動画撮ってる段階ではまだまだですね。まあでもね、逆に言うと、あ、こんなんじゃダメだなって思えるような自分が今芽生えたということで、まあとりあえず行ってらっしゃいですね。